さあ今回もダブルダッチリポーターのマサ君にリポートしてもらいましょう。こんばんは、マットのマサです。河原町2条のラブトライブに来ています。僕も出演するチームがあるんで見てください。パフォーマンスダイジェストをどうぞ。ということで皆さん盛り上がってますか？リポーターマサ君乗ってますね。続いてはゲストパフォーマンス。さあ後半戦はこちら。バトルのダイジェストをどうぞ。バトルスタート。Thank you.
ヌーディストビーチの皆さんです。イエーイ、今日はどうでしたか？いや、DUT4 連勝できてほんまに良かったです。できることなら次もまた優勝になりたいです。初めての優勝だったんですごい嬉しいです。ビートハイ TV。 今回のブリナイでは新しく 2on2 のバトルが導入されました。名場面をご覧いただきましょう。初めての2オン2バトルになんとか優勝を勝ち取ることができました。2オン2はその味方との兼ね合いっていうか、そこが一番の醍醐味かなっていうのは思います。ビートライブ TV。 初めて決勝まで行けて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高でした。また来たいと思います。いや、まあちょっと彼女が初めてブリナイ来たんで頑張りました。めっちゃかっこよくて惚れ直しました。僕もいつかマサさんみたいにかっこよくなりたいと思います。頑張ります。ありがとう。僕も来年から働いてダブルダッチあんまできないんで、今日が多分人生最後のブリリアントナイトやったんですけど、最後にめっちゃいいイベント出れてめっちゃ楽しかったっす。僕も楽しかったです。ダブルダッチディライトジャパン2013において僕のチーム、僕が所属するマットが、優勝することができました。今年も、ニューヨークに行って世界大会に出場することが決まってるんで、応援よろしくお願いします。イオンモール京都5階オンライン予約完備。フードメニューも充実。 3D 映画続々公開。映画でエンジョイ。 TJ 京都